こんにちは、猫背もまた旅堂スタッフの寝ぼすけです。皆様大変ながらお待たせいたしました。今回の動画は猫写真コンテストの結果発表でございます。そして今回は久々に庄司さんを連れてきましたよ。皆様お久しぶりです。庄司です。はい、お久しぶりでございます。とうとう結果発表の時が来ましたね。どうなるんでしょう。はい、全部で47作品集まったうち、投票数上位の中からスタッフ賞3名、店長賞1名、そして一番投票数が多かった作品にフリー部門からまたたび大賞、高等部門からは高等部大賞が各1名ずつ決まりました。わー、楽しみですね。それでは一緒に見ていきましょう。まずはスタッフ賞から。エントリーナンバー28、タイトル、イカ耳丸美。丸美選手、おめでとうございます。お目目がクリンとして可愛いですね。おめでとうございます。続きまして、エントリーナンバー32、タイトル、春のお昼寝。チャコ選手、おめでとうございます。まるで絵画のような美しいワンショットですね。おめでとうございます。続きまして、エントリーナンバー36、タイトル、ニャンデザジ選手、おめでとうございます。ザジ選手の哀愁あふれる後頭部がたまらないですね。おめでとうございます。以上、スタッフ賞からは3名受賞いたしました。続きまして、店長賞です。エントリーナンバー41、タイトル、監視員。枝豆選手、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、高等部門からの選出でした。店長はこの枝豆選手のもっふりもちもちした後頭部に抜かれたようです。実際に全体の投票数も上位で、枝豆選手は強かったですね。続きまして、とうとう大賞の発表です。後頭部門からどうぞ。なんとも不思議な賞のお名前です。シンプルで分かりやすいですね。そうですね。はい、後頭部大賞は、エントリーナンバー31、タイトル、スイカ柄一つ結び、ムー選手、おめでとうございます。おめでとうございます。高等部門で一番多くの投票数を獲得しました。枕に刺さったムー選手の後頭部、とても撫でたくなりますね。そうですね、スイカ柄もとってもキュートです。そしてフリー部門の大賞発表です。その名も、またたび大賞。フリー部門はまたたび大賞という名前なんですね。毎年恒例です。またたび大賞は、エントリーナンバー37、タイトル、起きてますが何か、チビ選手、本名はアルフレッド選手、おめでとうございます。おめでとうございます。チビ、いや、アルフレッド選手、スタートダッシュから駆け上がっていき、そのまま1位をかさらっていきました。特に店頭での投票が多い印象でした。この目つきやもっちり感は強いです。絨毯の色味もアルフレッド選手に似合いますよね。はい、後頭部大賞、またたび大賞を受賞されたムー選手、アルフレッド選手、本当におめでとうございました。今年の大賞はムー選手とアルフレッド選手に決まりましたね。本当におめでとうございました。また受賞された6名の選手の保護者の方々には追って連絡いたしますので、お待ちくださいね。プレゼントをお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では以上になります。お写真を応募してくれた方、投票してくれた方、 SNS などで盛り上げてくれた方、ご参加いただいた皆様、皆様のおかげで成り立っている企画です。本当にありがとうございました。今回ご応募いただいたお写真を見て思ったことは、みんな愛されているなでした。
そんな愛しい子たちのお写真をお裾分けしていただきありがとうございます。ギャラリースペースが極上の癒し空間となりました。今後も皆様にとってカレンダーやスケジュール帳に記入したくなるような、少しでも楽しめたり癒される企画を開催していけたらと思います。それではそろそろお時間のようです。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ここまでのお相手はねぼすけと庄司でした。また次の動画でもお会いしましょう。お店にも遊びに来てくださいね。またね、バイバーイ。